起点の国道3起点の案内塔群馬県あず郡、長野原町、羽尾交差点国道144号終点長野県上田市中央東交差点付近国道144号は、群馬県あず郡長野原町から長野県上田市に至る一般国道である。鳥居峠群馬県北西部の長野原町から西へ向かい、長野県との県境にある鳥居峠を越え、 長野県上田市内を走る国道18号まで東西に結ぶ延長約 44km の路線。群馬県側は別名長野街道とも呼ばれる。起点は JR 羽尾駅前にある羽尾交差点で、ここは本路線と国道145号、国道146号が交わる全国町村の中でも珍しい国道連番3路線の起点となっており、木造で 国道3起点と書かれた立派なモニュメントが建てられている。起点より長野県の菅平口まで続く峠越えの区間は国道406号と重複するほか上田市街地郊外で上信越自動車道上田菅平インターチェンジと接続し終点付近の住吉交差点では国道18号上でバイパスと交差する。 地域高規格道路上新自動車道の高層区間に並行しており、国道144号としては、そのうち長野原町から、つまごい村までの長野原つまごいバイパスが、事業化している。2019年の例は、元年東日本台風により、群馬県安ず郡つまごい村、大和大座幸内において、なる岩橋などが被災、付近が一時不通となった。 非常災害に認定されたことから直轄権限代行により群馬県に代わって国主導で橋の架け替え事業が行われており2021年現在は仮橋による通行となっている一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り協領群馬県あず郡群妻小村三原国道406号との分岐長野県上田市真田町 ありがとうございます。